はい、じゃあお願いします。今回は中学校2年生理科の金属を燃やすとっていう実験のところの解説をやっていきます。実験としては簡単なところなんですが、結構テストでもね出てくるとこなんで、しっかりねまとめますんで聞いてみてください。それではお願いします。で、まず今回金属を燃やすとっていうテーマで書いたんですが、登場する金属2種類です。いい？2人登場してくるよ。それ、燃やされるのね。燃やされるのは、書きました。銅とマグネシウムです。この2種類を燃やしてみます。で、結果としては似たような結果になるので、銅を燃やそうが、マグネシウムを燃やそうが、どっちも同じ感じなんでしょって感じで、セットで覚えてみてください。いいかな？じゃあいくよ。まずやることね。実験のやることの流れを説明します。まずここ、1です。ね、このもう大体ね慣れてきたと思うんだけど、みんなこの絵心ない感じでいきますけど、1番、これ器にあの銅とかマグネシウムが点々点って入ってる、点々点見えるか、いいかな、点々点で入ってる感じで、でこれの質量、重さね、重さを測ります。それが1、測ってメモするじゃん、ちゃんとな、メモったらそれを燃やすの。いい、この絵ではろうそくになってますけど、あれよ、ちゃんとね、ガスバーナーで燃やすんだよ。で、燃やす。熱すると、で、熱した後、そのままだと危ないんで、それを冷まします。いい？冷ましたら、そいつをもう一回測るんです。いいかい？測って、熱して、冷まして、で、もう一回測る。な、測ってどうなるんだって話なんだけど、そのね、変化はまた後で説明するから。で、測るじゃん。そしたら、また熱するんだよ。で、また冷ますんだよ。っていうこのサイクルを4回から5回続けます。だいたい実験だとね。で、1回1回の重さ、最初重さメモる、熱して冷まして測った時またメモる、熱して冷まして測ってメモるっていう内職みたいなことをやっていくんですけど、で、これが実験。いいね。で、これをするとどうなるか、結論から言うと重くなっていくんだわ、どんどんね。なんで重くなるか、その辺も説明するからね。重くなっていくんだけど、その、なんだろうな、重さの増え方っていうのにちょっと特徴があって、それがこの右上の結果です。いきますよ。最初に熱して冷ました後、1回目ってめっちゃ増えるの。その書いちゃったけどね、めっちゃ増えます。で、2回目はそこそこ増える。3回目はちょっと増える。4回もう無理っす。もう増えねえっていう。で、その4回目って今回俺言ったんだけど、もちろんこれが3回目でもう増えないってなることもあれば、5回目でって時もあります。いい？ただもう増えねえよってなってからもう一回繰り返すじゃん。そしたら絶対にもう変わらないです、ずっと。いいかな。だから最初が一番増えて、次がちょっとこうやってだんだん増える量が減っていくんです。で、最終的にはもう増えねえよってなるのがこの実験の結果になります。いいかな。それをグラフに表したのがこれ、教科書にも載ってると思うんだけど、これね、こういう図になってんじゃんか。で、下が0回目、1回目、これ1回目ってこれな、こう1回やった時、2回燃やした時、3回燃やした、4回燃やしたっていう、下が回数になってって、こっち書くのめんどくさかったんで書いてねえんだけど、ここに関しては重さになります。でさ、0回目って何もしてない時な、最初に測った時ももちろん物を入れてるから重さはあるじゃんか。だからスタートここじゃねえからな。いい？スタートと、まあね、最初に測った量がここがスタート、ちょっと重さがあります。で、最初めっちゃ伸びるんでちょっと幅が結構上がります。いい？測った結果でちゃんと書いてな。で、次がそこそこ上がる、ちょっと上がる、でもう上がらねえって。だからこのあとずっと続けていっても真横の線になりますね、こうフリーハンドでごめんね、こんな感じになる。いいかな。で、その時よくね、ここのグラフを点打つじゃん、ここメモって、こうなんだっけな、表が、表っていうかグラフになってるから、ここ点打つ、点打つ、点打つ、点打つって打った後に一個一個定規使う子いるんだよ。ここに定規置いてピッ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 ってね、それ×になります。なんでかっていうと、カーブで描かなきゃいけなくって、こういう風な緩やかなカーブ、カーブ描けないってなった子も、俺みたいにフリーハンドで大丈夫だから、こうね、自分の、ま、通ってる感じでね、
きれいにカーブを描いてくれればこれでグラフというか、まあ、丸になります。いいかな。でこれに関してはあこういうふうに増えてったんだねっていう感じのグラフになる。じゃあこっち教科書多分ね載ってんだけど、これもまっすぐなんだよ。これ何かっていうと、銅とかマグネシウムあるじゃんか、こいつらってもともとね最初に使った銅とかがなんつうかないっぱい入れて実験をスタートするとそれだけ増える量も大きくなります。いいかな。いっぱい入れれば増える量が大きくなる。それを書いたのがこれです。下のね0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、 ここに書いたちっちゃい数字だからねちょっと見えにくくてごめんな。このちっちゃい数字はもともと最初に準備した量です。でこっちのもう数字書いてないんだけど、こっちに関しては燃やした後にできた物質の量なんです。だからもともとの使ってるのが 0.2 みたいな感じで、ちっちゃいもの少ないものしか使ってなければできるものもちょっとなんだよ。それが 1.0 みたいにちょっと5倍に増やしちゃいました。増やしたら結果ももちろん大きくなる。でこの増え方はこういう風にまっすぐな線になります。こういうのを比例するっていうんだよね。いいね。これが燃やす前と燃やした後の結果です。だから最初はここ通ります。ね、燃やすものがゼロならば燃えた後もゼロだから当然ね。いいかな。この表よくちょっとこんからかると思うんでここセットにしてください。いいかな。で最後じゃあな、じゃあなんで増えたんだっていう話なんだよ。でそれは燃やすと何かがくっつくから。さあ何かね、これがピンとくるんだったら結構この実験ね頭に入ってるってことになると思うんだけど、理科の実験である物質をねブワーって燃やすじゃん。燃やすっていうのは酸素とくっつくっていうことだと思ってください。いい、もう一回言うよ。燃やすというのは酸素とくっつくっていうことなんです。なので今銅とマグネシウムってここに書いてあるんだけど、これ銅とマグネシウム燃やすと2つ書くのめんどくさいんでこれセットにしちゃうよ。銅とマグネシウムに酸素を足してるんです。くっつくからね。銅足す酸素、マグネシウム足す酸素です。でくっつくと名前も変わります。これも覚えちゃってね。でそのまま名前くっつけてよく酸素銅とかね酸素マグネシウムっていう子がいるんだけど、くっつくとちょっと名前変わります。こう気をつけてね。酸、あ、なんで同じ回した。酸素銅じゃなくって酸化銅と言います。化ね、気をつけてよ。酸化銅と酸化マグネシウムです。いいかな。まず銅とマグネシウムに酸素がくっつくとこういう名前に変わること、これも覚えるね。で、なぜ重くなったかっていうと、酸素、いい、空気中にこう酸素があるんですよ。それがこいつらにくっつくんです。で、くっつくからその酸素の分がちょっと重くなる。人間の体になんか余計な脂肪がくっついてる感じ、いらねえしみたいな感じなんだけど、その分ちょっと重くなっていきます。で、なんで最初がめっちゃ増えるかっていうと、これここ映る、最初ね、これね、真上から銅の粒こうやって入れてる感じね。こんな粒じゃねえぞ本当はな。こう銅の粒上から見てる感じあるじゃんか。ブワー燃やすだろ。最初に燃やして一気に全部が燃えねえんだよ。で最初に燃やした時に結構あるから、例えばこんな感じでね結構な数の銅の粒が燃えてくれるん。でこの燃えたやつが酸素をくっつけるので、こいつは一個一個の粒が酸素を装備してる感じ、グッて。だからめっちゃ増える。で2回目燃やすじゃん。そうすると1回目俺くっつかないっすみたいになってたやつが2回目はちょっとくっついちゃうんだよ、こんな感じでね。だから1回目よりはくっつくのが少ないんだけど、まだくっつくやつがいたのでそこそこ増える。いい？で2回燃やしてもまだくっつかない、粘ってるやつがいて、そいつらが3回目にちょっと残ってたやつがくっつく。
これがまた最後ちょっとくっつくのでちょっと増える。いい？で全部もういないです。全部くっつけましたでなっちゃうともう無理っつって一生増えないっていうね。いいかな。これの原理があるから最初がめっちゃ増えて2回目そこそこ増えてちょっと増えてもう無理ってこういう感じの流れになるんだよ。いいかな。なる理由も覚えておくとね、頭から忘れねえからしっかり覚えてくださいね。あ、10分経っちゃったね。じゃあちょっと今日はこの辺で終わりにしますので、この金属燃やす問題登場するのはほとんど銅とマグネシウムです。で、この銅とマグネシウムの実験は数学みたいな問題が出てきます。これこの次の動画で撮りますので、これ見終わったら、これね予定だと動画の番号が14番になる予定なのね。で、その次の15番の動画もぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。それでは今回はこれで終わりにしますので、以上になります。ありがとうございました。以上です。